はい、えー。それではガイダンスを始めてさせていただきます。レック専任講師の江口です。で今日は、あの、弁事士業務の全般ですね。まあ、その魅力をですね、お伝えできたらと思っております。でまあ、私の経歴ですけども、約30年間、えー、レックの講師と、それから、まあ、いわゆる弁事士業務、それから企業の、まあ、知財の統括管理ですね。で、えー、基本的な裁判とか侵害訴訟、 あるいは新規やットルゲストも代理人としてかなりやってきました。なので、まあかなり広くですね、いろんな経験をしているので、まあ今日はですね、生,生のところというのをお伝えできると思います。で、まあ前半というか、まあ8割か9割ぐらいをその弁理士業務とかね、まあその知財の業務の話をさせていただいて、その後に、まあ士となるためにはどんなふうなことが必要なのかっていうのをお伝えできたらと思っております。はい。そしたらですね、早速話を。 詰めたいと思います。こちらですね。1ページご覧ください。で、<laughs> まあ、便利業務の話ですけども、ほとんどね、企業活動の中で、えー、次財産権というのは活動、活用されてます。なので、弁理士、えー、業務として、まあ、メインはね、えー、特許事務所、あるいは企業の知財部が、まあ、あるんですけども、ほぼですね、ここと絡みます。じゃあ、企業活動で一体何だっていうことを説明すると、<laughs> なんで、研究、メーカーの場合、研究開発、製造、販売、利益、投資ですね。ここを回して、え企業、まあ、企業というのは発展していくってことなんですね。で、その時に、ヒット商品というかね、まあ、いいものを出さないと、まあ、物を作っても売れないという話ですね。その時のファクターが何かというと、まあ、性能面ですね。まあ、今、デジタル革命で、まあ、いろんな新しい産業が出てきています。なので、まあ、20年前と比べると、 まあそのですね、えー、ポジションというのがガラッと変わりましたね、企業の。で、まあ、これ技術です。それからデザインですね。まあ、いいデザインはよく売れるし、まあ、デザインのブランド化ということもされています。まあ、ブランド化というのは、あるデザインを見たら、すごくそこでですね、えー、魅力を感じて、あるいはどこの企業のものかっていうのを、えー、事業者が認識して、ですね、購入者が認識して、まあ、そこに付加価値がある。 でまあ、あとはブランドですね。まあ、これも従来からあるものです。まあ、同じものであっても、ブランド価値があるものは高く売れる。すごく大事ですね。で、この円化知的財産って言われるものですね。ものに対して、えー、無体的な、えー、アイディアとか、まあ、いわゆる信用とかが課題したもの。で、これというのはね、すごく模倣用がされやすいですね。真似したら終わりということです。なので、企業は、ものすごく、 えー、お金と時間をかけて開発したものを守るために知的財産の権利を取ります。で、まあ、そこにね、えー、ファクターそれぞれの要素に特許とか衣装とか商標とかの権利を取ることが認められているわけですね。権利取得活動というのをする。で取って活用ですねこういうものに対して権利行使をする。でさらに企業の場合知的財産の創造開発支援というのも必要です。まあ、生み出すということですね。 でまあ、あの企業はいろいろな新しい技術を開発しますけど放置すると、まあ、販売したらもそれで、ね、自由技術になってしまいますから自由な発明を権利化していくということですね。で、もう一つは、えー、他者権利の対処というのも必要になってきます。でね、まあ、その権利を取る意義なんですけども一番上見ていただくと、責財産権の侵害、まあ、いわゆる責財産のパワーというのはすごく大きいんですね。で、一番大きいのは差し止め請求です。 でこれをやられると、もう、判決が出た後ですね、まあ確定すると、あるいは途中からでも商売ができなくなる。で、これってね、企業にとっては致命傷ですね。損害賠償は法定額が決まってますから、まあお金借りるなりしてお金払って、また企業活動を続けることができるんだけど、これできないと。こういうパワーがあるので、まあ権利を取ってね、活用するんですけども、裏を返せば、他社特許を侵害する。 そうすると、ものすごい、まあ、賠償額も取られるし、差し止めっていうのをされると、ものすごく痛手なんですね。だから、その対処というのもしないといけない。権利取得、活用、創造、対処。この辺が基本になってきます。なので、企業活動は、作る、知財をね、取る、交わす、ここですね。で、まあ、使うということ。で、それが、内外。 日本だけじゃなくて海外にも、えー、でもそういうことが起こるということになります。でねちょっと最初にこれ企業活動の資材で基本業務という話をしましたけどもこれ権利を取ってね独占権として活用することなんです。でさらに最近はもっと戦略的活用も一緒にやりましょうということで、まあ、いわゆる IP ランドスケープって言われてますけどもまあ知財情報ですねこれを活用する。 でいわゆる特許広報には、えー、いろんな情報、人とか出願人ですね、発明者、技術内容、それから、えー、いつそれができたかっていう情報、まあ、いろいろ含まれてます。で、ここからいろいろ企業活動とか市場状況とかを紐解くことができるんですね。だから今、えー、マーケティングとかするときに、まあ、市場に出てる情報以外の情報がここに潜んでると。 その活用ですね。あと、ブランディング。で、オープンクロース戦略。これちょっと後で説明します。ということも広く行われているので、ま、地材の世界というのは狭いようで、えー、活躍しどころっていうのは山ほどありますよ、ということですね。じゃあ、次のページ見てください。こちらですね。はい。じゃあね、あの、今、簡単にです。えー、技術とか、それデザインとかいう話をしました。 産業財産権と言われますけども、まあこれスマホ一つとってもその中に技術が、いろんな技術が含まれています。液晶技術かね、もう画像処理の技術。特許権ですね。これを取れば独占できる。で、簡単な技術ですね。ボタンの配置とか構造。これは実用信案権です。まあほとんどね、特許権はもう企業は取るんですけども、その簡単な権利も早期に、えー、獲得できる。さらにデザインは一生権。 商標は、ブランド名は商標権を取ってですね、独占できると。まあ、基本なんですね。ただ独占する、して、どう活用するかっていうのが、まあ、重要になってくるわけですけども、まあ、おのずとですね、独占できたら自分だけが、販売できて、製造販売できるというのは、まあ、それだけでもメリットですね。で、まあ、権利を取るときに取る活動をするわけですけども、かなり専門性が必要です。で、 特許だけの、特許の例を示すとね、まあ、化け、非化けですね。まあ、大体、専門に分かれるんですけども、まず、技術内容は完璧に分かってないと、明細書って権利を取れないです。で、その中のどこが発明なんだという本質というのを捉えるのがすごく難しいし、それを全部、文書ですね。まあ、明細書請求の範囲というね、まあ、せっには特許請求の範囲ですけども、こういう書類に仕上げて、特許庁に出願して、 で、審査を受けて特許権が成立します。なので、全部文書と、まあ図面もありますけども、ここに権利内容を落とし込む。これが、まあ、いわゆる技術文書じゃないんですね。だから、付加価値があるので、まあ、1件あたり20万円とか30万円とか40万円とかいう、その代理手数料を取れる。まあ、これが弁理士の基本業務的な話ですね。という形になっています。 なので、まあ、サイズ業材産権としては、まあ、ご存知だと思いますけども、特許、実用新案、これ技術ですね。デザインは衣装、それからブランドは商標と。こういう形になります。じゃあ、次のページをご覧ください。まあ、もうちょっと基本的な話をしますね。<coughs> じゃあ権利取得の意義っていうのを改めて見るとですねまあ,あ RD の成果が出てきますでまあこれベンチャー企業だと最初は製品は1つだけですねでその成果が素晴らしいので、まあ、そのままその販売したらいいんやと技術が素晴らしくは売れるんだっていうふうになるとねこれは確かに売れますただですねあの権利取らないと法投与が自由になる なるわけですねせっかく時間とお金を投入して、えー、すごいアイデアも入れて成果を出したのにここね成果の公共化ですねまあもちろんね中にはノウハウにして一切まネまねできないようにするっていう形もありますけどほとんどの場合はその内容をね調べたら中身というのは分かるで、えー、この時にじゃあ 素晴らしいのを出しても、大手がね、これは素晴らしいとしてみんな、他社が参入してくると、立ち打ちできないですね。製造能力とか、製造規模とかね、そういう販売力とかでは、まあ、小さい規模だったら負ける。だからこれ、R&D の成果の無視参加になるわけですよね。逆にね、他社が周辺特許ですね。周辺というのは、その成果の、まあ、いわゆる使い方とか、いろいろ改善点がありますねで。そういうものを権利取られてしまうと、もう全く商品としては売れないということになってしまう。 なので、まあ、基本的な特許を取っていればですね、成果を特許取って、で、改良発明も全部取っていれば、他社からの参入障壁っていうのができます。で基本的に、ものを、製品を開発するとき、サービスを開発するときも、必ず参入障壁はどうなんやっていうことは、まあ、議論されますね。で、真似されたら、 じゃあ他社の方が製造力も販売力もあるんやったら負けるやんっていう話になるわけですよで。そこで登場するのが次財産なんですね。まあこれが基本になります。次のページ見てください。じゃあね、その権利を取得するという切り口で考えたときにですね、会社と事務所の役割って一体何ですかっていうことを考えたいと思います。 でね、会社というのは、まあ、持ち主ですねだから知財というのを単に取ってよかったよかったというのではなくて経営資源に使うわけですよであの実際に知財に、えー、するのに権利を取らないと資産の公共化みんなが真似するよという話をしましたので有形化の活動というのを実際にする必要があります。 じゃあ、事業部に任しておいたら勝手に出てくるのかっていうと、まあ、開発に専念してますからね。あの、自由なものはね、自主的に出してくるかもしれないけども、結構ね、開発を優先しますね。期限も決まってますから。なので、そこの有形化活動というのを企業で別組織を設けて、やっぱりやらないとね、強い権利取れません。で、出てくる仕組み作りとか、あるいは、何でもかんでも特許にしたらいいっていう話じゃないですね。 まあ、いわゆる、まあ、極端な話でね、新しいもんであればね、書類の書き方次第でいくらでも特許になります。新しければ特許になるわけですから。だけど、お金もかかるし、取ってもしょうがないというのも山ほどあります。なので、重要なものを選別して、で、えー、知財障壁をきちっと必要なところに作るような活動をしていかないといけないですね。で、これは特許事務所はなかなかできません。 持ち主である企業がどこに知財懲役が必要なのかというのを考えないといけない。で、その後、活用ですね。まあ、一番分かりやすいのは、模倣投と用が出てきたときに、まあ、その権利行使をするという話ですけども、まあ、業態によって権利行使をするかしないかで変わります。で、まあ、ある業態ではね、もう他社の知財を尊重するということで、えー、きちっと調べて、まあ、その取ったところに関しては、侵害をしないっていう業態もある。 そうなると持ってるだけで結構やっぱりえ独自性というのは製品にえ反映できるわけですね。でただね、まあ、持ってた時にまあ使わないものも出てくるからまあ日本の企業って結構出願件数が多くてね、特許もたくさん持ってます。だけどある意味ね使わなければマイナス3ですね。まあ、その辺の管理全般というのをしないといけない。権利化管理仕組みづくりですね。というのはまあ企業のザクッとした役割です。まあ、そこは、 いろいろ戦略的にね、まあ、いろいろやることは山ほどあるんですけども、事務所はどうかというと、これはもうまさに、まあ、いろんなことをやられてる事務所はあります。けども、ほぼもう90数パーセントは権利化です。ここの業務で、えー、ほぼの売り上げを賄っているということになります。で多角化で、ねまあ、いろんな戦略的業務をやったりされているところがありますけども、ほとんど、 90%もここですね。で、具体的にどんなことをするかというと、まあ、企業から依頼を受けて、その専門性を生かして、出願処理を作成するの。これ、基本になります。で、まあ、技術を精通してないとダメですよっていう話をしましたね。でまあ、衣装であればデザイン、商品であれば、先行調査というのをきちっとしないといけないし、ちょっと今日は商品の話はしないですけども、まあ、それなりに専門性が必要だと。そうですね。でね。 一旦その特許事務所の場合。出願したらそれで終わりじゃないんですね。あの、権利化されるまでに特許庁の審査を経ますで、その中でまあ、ここで手数料をもらえますけども、まだいたいね。拒絶流通値というのは一旦打たれる場合が多いです。で、来たらもう絶対ダメかな。そんなことはなくて、審査官が間違っているような場合も多いし、あるいはまあ、最初権利が広すぎたけども、権利範囲を狭め,狭めれば。 権利が取れるっていう場合もある。まあ、いわゆる拒絶流通値対応ですね、まあ。ここでも手数料が取れます。で、特許になれば、まあ、日本の制度の場合は、成功報酬っていうのをもらえます、まあも。もらってなくて、実感でですね、えー、チャージしたりするところもありますけども、大体ます取ったら成功報酬になるこという話なんですね。 で、休、え、出、ー、査定になった場合、また審判請求ということで、不服申し立て。さらに、心、え、決、ー、に対して決取り消す訴訟を提供できる。じゃあね、特許庁の3名の審判官がね、あるいは3名または5名の審判官がね、ここでね、判断するわけですよ。だからまずね、交通裁判みたいに、もうひっくり返るとほとんどないんかというのは、そうではなくて、私が、えー、もう十数件、心決取り消す訴訟をやりましたけど、自分代理でね。 まあ、勝率50%ぐらいです。もちろんね、勝てそうなやつを選んでやってるのはあるんだけども、すごい勝率高いでしょ。まあ、平均がね、だいたい15%から20%いかんぐらいなんですね。15%ぐらいですか。ただ、それにしても勝率が高いのは、あの、証拠がね、もう揃ってるんですよ。だからね、交通裁判の方は証拠収集しないといけないの。のそれしなくていいから、もうその判断だけを争うからって、こういう話なんですね。なので、 ま、ここまで見ていただくとね、一見出願すると、その出願が結構仕事を生んでくれます。なので、まあ、出願は、えー、たくさん来たり、まあ、月によってはね、少なかったり、ぼこします。だけど、こういう中間処理とかがあるので、結構経営しやすいんですね、事務所としては。これはビジネスモデルになってる。だから、たくさん出願すると、まあ、事務所としては安定経営がすごくしやすくなると。こういう話ですね。ただね、 どこの事務所でも一緒ですからもうこれね、あの、医者と弁護士は選ばないといけないって言いますけど、弁理士もそうです。で私はもう30年以上ね、いろんな、えー、事務所の人の明細書を見たり、実際裁判したり、もういろいろ経験しましたけども、ピンキリですね。もうダメなところも全然ダメで、まあ、いわゆる特許にしますっていうことはするんだけども、狭くすれば特許するのは何の当たり前ですね。 だからそこのところをね、裁判例も踏まえて、きちっとした判断ができるんですかっていうとね、まあできてないところもたくさんあるので、まあ弁理士になられてね、まだまだ改善の余地というのはあると、まあ私個人では思ってます。いろんな実例はありますけども。はい。じゃあね、これがね、会社特急事務所で、まあどちらでまあ仕事をしますかっていうのは、まあ持ち主の使う側と、 それを依頼を受けて権利化する。まあ、こちらの方が専門性は高いですけども、こちらもね、専門性が高くないと、なかなか、えー、強い特許というのは取れないですね。基本的にね、事務所に任せっきりは絶対ダメです。あの、特許事務所でね、どこが自由なのかってわからないじゃないですか。だから、取りろっていうのを見つけないといけないし、当たり前と思うものでも特許になるものっていうのは山ほどあります。だから、その知財部員も、 あの、慣れてない人だったらもうダメです。何もなかったです。あの特徴はないと言われましたっていうふうに帰ってくる人もいるんだけどね。あの、ある程度ベテランで、えわ、ー、かってるので、ね、いや、ここ特許になるやんということで先行調査をして、まあ実際に当たり前と思われるものでも分野が違えば特許になって、でそれが早いもん勝ちで特許に取るとものすごいインパクトがね、大きい。逆に取られるとものすごく困るっていうものが、 多々あるということですね。なので、まあ、どちらもですね、えー、それなりに専門性は必要です。はい。じゃあ次ね。リスク管理の話をします。こちらですね。まあ、これね、次のね、えー、5ページを見てください。R&D の成果ですね。で、これね、権利取らないと他者が来るよっていう話をしましたけども、逆にね、 他社特許を踏んでる場合って結構あるんですね。あの、自ら独自に真似はしてない。だけども、たまたま他社がね、特許を取ってたという時にね、これは偉いことです。あの、最初にお話したように、特許権の侵害をするとね、差し止めとか損害賠償請求の対象になるわけですね。特に、差し止めだって言われると、もう事業ができなくなる。ってことは、企業としてはすごい投資をして、 販売して初めて回収ができるのに、その回収ができなくなっちゃいますね。なので、まあどうするかというと、R&D の初期の段階から、他社特許の調査というのは完全にします。いわゆる他社特許の確実な把握による、社製品の適正な設計誘導ですね。非常に大事です。で、ここをね、ちょっと中途半端にやると、後で、まあいわゆる差し目、損害賠償で、 きますすし、損害賠償もね、ね。結構額がででかくなりうるんです、ね、じゃあ、会社と事務所の役割ですけども、会社は、えー、事業貢献選別です。これはさっきの話ですね。それから、クリアランスっていうのが今の話です。その特許調査対象をですね、確実にやるような仕組み。だから、まあ少なくとも事業部がその通りやるかどうかわからないので、まあ、 少なえっ、ー、とね各ねステージゲートみたいなのを、まあ、いくつか設けてで少なくとも販売する時にその特許レビューでしっかりした報告書がなかったら販売できないっていうふうなルールを作っとかないとダメですでそうなると必ずその報告書がなかったら売れないでしょで絶対やりますねであとは知財部はクリアランスのところをですね判断間違えるとこれえらいことになります でものすごくね、やっぱり微妙なものとかね、いうのがあるわけですよ。で、えー、クリアランスをしっかりやって判断したもので、訴えられるケースもありますけども、大体そういう時はきちっとやってたらもう絶対に負けません。ただ、非常に難しい時がある。ですね。だからこれはね、かなり専門性にたけてないと、しっかりした判断っていうのはできないですね。判例ももちろん分かってないといけない。 特許事務所はここはですね、まあ、ちょっと他の内容も書いてますけども、こちらですね、いわゆるコンサルですね。まあ、特許事務所自体が自分の活動の中で達者特許を踏むということはないわけですけども、やっぱりその中小企業とかは、その企業の知財部の機能、えー、大企業の知財部の機能というのはないので、まあ、そこをね、サポートするようなことをしないといけないですね。だからね、特許事務所も単に権利を活するという専門性があるだけではね、 まあ、ちょっと物足りないですね。やっぱりそこの事業分野っていうのをしっかりと理解して、中小企業は一体何を求めているのかっていうことに対するソリューション的なもの、知財のソリューション的なものを与えることができる事務所っていうのは、なかなかね、まあ、限られているでしょうね。おそらくね。はい。あとは、まあ、情報の活用ですね。えー、ということもしていく。はい、じゃあ次見てください。権利の活用ですね。 でここはね、あのー、活用と書いてますけど活用パターンとしてはここね独占戦略これが一番大きいですね、まあ、いわゆる、まあ、例えば四国の日夜科学っていうのがありますけどもあの青色 LED ですねあれを、まあ、パテントで独占してじゃあその各競争に,に、えー、巻き込まれないので、まあ、そこで収益を上げて企業の土台を形成するということもまあこれ基本です。 防衛戦略ということで、ある程度パテント取っとかないと、権利行使されたときに、対抗措置打てないですね。で、まあ、私の例で言えば、あの、権利行使されてね、すごい額を要求されたけども、逆にこちらもね、今日あのコンペティターであれば、えー、特許、自社の、うちの特許を侵害している場合がありますよっていうことがあるわけですね。で、実際に侵害していて、カウンター訴訟を起こして、で、結局ね、 まあ、あの外資系の企業なんかもむちゃくちゃ行ったりしますから、でむちゃくちゃ行ってきても、まあ、そこできちっとした判断ができればね、えー、逆に、ね、返り討ちにしたりすることもできます。まあ、そこの、ね、判断というのはすごい難しいですけども。であとは、まあ、パテントかなりとって、えー、収益戦略。例えばねあの、標準化っていうのはいろんな分野でされているけども、特に通信分野とかね、 画像処理の分野というのはものすごい特許の集まりなんですね。そこで、規、え、格、ー、企画化っていうのをします。まあ、基準を合わさないとみんな使い勝手が悪いから。からそこにパテントがあるので、えー、パテントプールという形でね、管理会社がそれを管理して、で、使いたい人は一定の実施料を払いなさいと。で、持っている人に分配しますよと。だからそこの分配料というのは何百億円になる場合もあるわけですよ。だからその、 何十億何百億ってなるんだったらパテントビジネスになりますね。なのでまあいわゆるね、えー、標準化の必須特許をいくつ持ってるかでその収益が変わってくるというような、えー、事業領域もあります。でまあ特許持ってるから市場価値が上がるでしょっていうのもあるけども、まあ、あんまりね、えーまあ、影響少ないですね、まあ、持ってたからいいかっていうのはもう素人じゃないからある程度分かります。 だからま、例えば、あの、B2C のね、えー、相手が素人だったらなんか特許持ってるとすごいみたいに思うので、まあ、コマーシャルで特許済みとか書いてますけども、えぇ、ー、B2B の場合はね、持ってるからないねという話になりますね。で、その下は権利行使の、ま、一例です。で、ちょっと見ていただくとね、まあ、これ、典型例なんですけども、権利者が、ま、例えば、その、権利行使を特許でしてくる。 その場合にね、まあ、いろんなタイプがあります。で、まあ多いのは健全な権利行使の仕方というのは、いわゆるコンペティターが市場で、えー、競合する製品があって、で、それを何とかしたい。その時に相手方が特許を踏んでそうだ。だからやめろという警告をする。これ意味がありますね。で、まあそれを中心にまず説明すると、警告状来ますで。私も何回も受けたことがあって、 で、そこで話し合いで解決したものもあれば、裁判まで行ったものもありますけども、まず交渉です。で、裁判をするとね、もう弁護士用がすごい金がかかるし、どう転ぶかわからないですね。だから、検事者としても、バチバチにやめろっていうことを求める場合はね、まあ、相手も徹底抗戦するけども、お金で済む場合は、結構折れてくる場合にあります。まあ、ケースバイケースですね。で、ここでしっかり交渉して、それがね、2年にわたる場合もあれば、3年にわたる場合もあれば、 まあ、もう、あの、2、3ヶ月交渉してアメリカの企業なんか即訴訟を起こしてくるとかね。まあ、いう場合もあります。で、最終的には裁判になるか和解するか、自然消滅。まあ、自然消滅の場合はね、もう、や、相手が思ってる製品と違ったとかね。あるいは、こうですね。なんか、権利行使された無効資料を出した時に、もう、ドンピシャのほが出てきたから、もう諦める。っていうこともあります。 でね、この裁判もすごくね、やっぱり怖いのは、あのー、勝ち負けでね、こう権利行使された時にね、権利者はお金取れないだけです。で、弁護士はいりますけどね、ただ、権利行使された側はね、負けると、まあ、例えば、数億円、数十億円、数百億円っていうね、賠償額を取られる可能性もあるし、最初お話したように、差し止めっていうこともあるわけですね。 だから差し止めなんかされると、もう大変なことになるので、そこでの最初の初期の見極め。これはね、ものすごくね、神経を使います。で、まあ、どっかで決断をしないといけないんだけども、まあ、しも何回もそれ決断したことあるけどね、ありますけども、その、そこの責任者をやっているときに全責任を負わないといけないので、まあ、その時はすごくね、緊張しますね。で、絶対いけると思っても、訴訟なんでいろんな証拠が、 出てきたりするわけですよ。で、えー、どうなるかどう転ぶかなっていうのがね、もう楽勝っていうのはま少ないですね。まあそういうこともやるということです。はい。じゃあこれがね、基本業務です。まあ、基本業務というのはもう一度まとめるとね、権利を取る。で、相手の、えー、権利を交わす。これが基本ですね。で、そこからまあいろんな戦略的にどうするか合わせるかという話があります。 次に戦略的な業務、基本業務、加えて戦略的な業務をちょっと見ていきなが簡単に紹介します。次のね、えー、っと、これは7ページですね。ちょっとベースが消えてますけども、一つはね、まあ、今流行りのは IP ランドスケープというやつですね。知財情報を用いた事業戦略、経営戦略の支援というものですね。でまあ、いわゆる知財特許広造の中には人の情報とかね、 技術上それから出願時いつこうやったのかっていうのが分かりますからその相手がどういうトレンドで開発しているかっていうのを特許の系列を見れば分かるしでこの丸はね出願件数を示してますだから例えば分析装置 α のあ新しい用途を見つけたいとしますね今まで限られた用途だとじゃあねその特許をバーッと募集で取ってきてで技術を縦軸にと 出願件数から一応多い順に技術取れますね。で横軸はその分野。これ特許情報からわかるわけですよ。じゃあね、結構ねす、あの、医薬の分野で今までなかったけど、いっぱいなんか関連するものは出てるなとかね。それからセラミックの分野で出てるなとかね。こんなん今まで知らんかったと。じゃあ中何してるんやろうと思って、まず募集号を取って、中身こんなミクロ分析するんですよ。そうするとね、特許の明細書の中には、 分析している装置とか、実験でどんな装置で分析しましたかって書かないといけないので、いろんな情報が出てきます。そんな情報は市況情報には出てきません。だから、マクロとミクロ分析で新しい用途が分かったり、じゃあ、その用途をいろいろ開発してるなっていうのは分かるんだけども、どこの企業ですかってこれ分かるわけですよ、出願人だから。なので、じゃあ、そこの企業にヒアリング行ってね、じゃあ、どんな 課題抱えてるんですかっていうことで、いや、うちの使えますよとかね。じゃあ、うちの使えるんだけども、こういう機能をつけたら使えるというのが分かったら、開発要素をね、提案したりっていうことが、まあ、できなくなるわけですね。これは IP ランドスケートと言います。まあね、ここ今流行りなんですね。どこの企業も一生懸命やってます。けども、結構ね、本当にリアリティを持ってね、戦略に役立ったかっていうのは、そこはね、まあ、ちょっとね、まあ言い方、悪い言い方をするとね、 知的財産部はもうお遊びのレベルでね、出して見て終わり。事業部は、あそうですか、終わりっていうのも結構多いですね。だ本当のニーズをつかんで、事業部と一緒にやらないと、なかなかこう、身を結ばないというかね、いうものですけども、必要です。絶対にね。今までにない情報が特許候補に潜んでるというわけだから。で次、ブランディングですね。まあ、こういうね、あの、 えー、戦略的なセミナーとかね、えー、いうのも何回か頼まれて、まあ私でもやった経験があるのでやってるんですけども、簡単に紹介するとね、まあブランディングというのはすごく企業価値向上のために必要でしょう。で例えば今までは製品ブランド。必ず製品にね、名前を付けて、宣伝をして、いいものを提供して、買おうといえばトップいたみんな知ってるわけですね。ルイ・ヴィトン。 カバン。で、モノクロ、えー、クロームの、なんかこの模様とかね、見ただけで価値がある。で、最近はね、テクノロジーブランディングっていうのが、広く行われてます。製品名じゃなくて、技術に名前を付けるんですね。例えば、まずはの、スカイアクティブ。で、一言で説明できないんですね。結構ね、車種の最適化とか、エンジンの最適化、それをね、 もう一言でもうすごい素晴らしいもんだっていうことをイメージを植え付ける。名前を付けます。スカイアプティブはが入ってる。採用されてるっていうことで、えー、まあこれスカイアプティブグはマツダが開発した新しいエンジンや車,車の構造技術で説明しにくいので、一言でイメージを植え付ける。代金、ストリーマーですね。これ製品の名前じゃないです。ストリーマーが入ってるってこういう言い方をします。技術のブランディングをする。で まあこれよくご存知のインテルですね。で、ここにインテルが入ってるだけで <laughs> CPU はすごくいいもんだっていうことのイメージになるわけですよ。こういう技術ブランディングというのはすごく大事ですね。だからその技術だけで、その製品価値っていうのが上がる。あとデザインブランディング。これはですね、デザインを商標的に使おうって話なんですね。で例えばマツダの えー、車、いろんな車ありますけど、これね、コアが鼓動デザインっていうことなんですね。まあ、鼓動というのは、脈動で、こう、いろんなイメージがあるんだけども、これを全ての車に展開している。で、こういう活動があるので、法改正までされました。そういうのは後押ししようということですね、衣法のね。で、例えば他にもね、えー、椅子の形、カールハンセン、 っていうのは有名なんですこれは衣装を登録されてるんですけども、えー、これが、ねまあ、商標でも登録されてます。でえー、衣装で権利化してで、商標は永久権なので、まあ、この形でブランディングをするというような活動ですね。だからこの技術ブランド活動というのは、とデザインブランド活動、かなり企業でまあ広く行われているということですね。 じゃあ、最後ね、オープンクローズ戦略。ょっとね、時間が短いので分かりにくいかもしれないですけども、インテルの例で説明します。で従来ね、えー、パソコン市場というのは、そのパソコンのメーカー、IBM とかが、その、主導権を握って、部品メーカーというのは、まあ、その仕様に従ってね、振り回されるというのが、 普通だったんですねで。自社で全て生産すると利益が上がりますねっていうことで、まあ、日本の企業もねあのテレビも全部自前でね、えー、生産してました。で、まあ、ある企業はもう大きい工場を作ったんだけどもそれが分業体制になりましたね。だから科学的に追いつけなくなったので、えーまあ、倒産してしまったと。 いうこともありました。で、そこでね、まあ、自社で全て生産価格はって書いてますけど、これ分業体制を取られると、あの、売れないですね。でね、IBM とかが今どうなったかというと結論的にもうパソコン仕様から撤退してますね。あの、シンクパッドとかいうのがありましたけども、レノボっていうのにもう売却しちゃってます。でね、インテルの戦略というのは、もともとですね、 結構大きい製品をね、販売してたんですけども、今、CPU に特化してます。で、まあそこの戦略というのは、ちょっと簡単に言うとね、もともと、マザーボードを売ってたんですね、これね、パソコンのねで。できるだけ広いところを取ろうとしてたんだけども、なかなかね、えー、モジュール化による国際分業体制が、モジュール化に部品をね、えー、専門に作る、 ところが出てきて価格が安いわけですよ。でね、例えば CPU とかも、あの、価格競争に巻き込まれると、今みたいにインテルで利益出ないですね。で、利益、インテルは何したかというとね、このマザーボードはパソコンのかなり大きい占める部分で技術を全部持ってたんですよ。だけど、安くなかなか作れなくて、えー、価格競争にも巻き込まれた。じゃあどうしたかというと、マザーボードを 台湾の企業ですけども、大量に作る能力があって、政府の支援も受けてるわけですね。だからその企業にマザーボードの技術を全部開放しました。オープンです。そうなると、そこは大量にマザーボードを作りますね。安く。じゃあどうなりますかその、マザーボードは、従来、こういう、完成員のメーカーが自分で作ってて、そこへね、部品メーカーに、 え、使用を要求して競争させたのが、このマザーボードがね、安いから主流になってくるわけですね。で、さらに、えー、パソコン革命で出るとかね、新興メーカーがいっぱい出てきたときに、安いのを使うじゃないですか。だからこのマザーボードが、デファクトスタンダードみたいになったんですね。ものすごい量が出ても、このマザーボードでないと、ダメだと。 その時にインテルは、じゃあ全部開放したのかってそうじゃなくて、CPU は開放してません。CPU ね。で、どう、で、CPU のは自分のところは作るっていう話になって、マザーボートのセットにするために、どんな特許を取ったかというと、CPU はね、本来の技術じゃないですよ。あの、ピンがあるでしょう。あの、半導体のね、そのピンの形を特許にしたんです。 ピンの配置を特許にして、このマザーボードは、そのピンの配置しかできないようにしたので、このマザーボードがむちゃむちゃ売れると、インテルの CPU しか乗らない。っていうふうにしたんですね。となると、その、どういうんですかね、えー、モジュール化して全部利益を取るんじゃなくて、一部は価格競争に巻き込まれない。CPU だけでもね、ものすごい量が出たら利益が出るわけですね。 で、そうなったら、もう IBM が、もう、まあこれ極端な例ですけど、これ全体を作っていたものが、こちらに主導権を完全に握られる。っていう風になった。まあいわゆるこれオープンクローズ戦略というんですね。オープンにして市場を広げるけども、クローズ部分を設けて、広げた、えー、市場のシェアはあるところで取る。 こういうことをね、まあ、あの、パソコンに限らずですね、標準化活動というところで、まあ、広く行われているということですね。これはまあ、戦略業務の一部です。なので、まあ、あの、知財のね、えー、っと、次のページちょっと見てくださいね。業務に関しては、すごくね、えー、基本業務から戦略業務が発展していて、いろんなところで活躍できる、えー 余地がいっぱい出てきたっていう話ですね。活躍できる分野がものすごく広がってきています。で、まあ今後の知財の、えー、分野ですけども、産業成熟の新技術、アイデアが向き残る鍵と。まあとにかく技術革命、技術革命をしてますね。ということは、知財って絶対に必要になってくるわけですね。必要不可欠です。そこでの専門家というのは絶対に必要になってくることに加えて、 令和3年年月月に、去年の6月ですね、コーポレートガバナンスコードが変わりました。で、あの、一部上場、二部上場からで、ね、プライム市場、何々市場というふうに変わりましたね。で、そこで、えー、プライム市場に入る企業というのは、知財に関しても、基準が設けられたんですね。で、ここ見ていただくと、上場会社は経営戦略の開示にあたって、 えー、自社のサステナビリティを開示すべきであると。でそこでね、人的資本、これ無体財産ですよ。知的財産への投資などについても、ちゃんと開示をしなさいとこうなりました。それから、取締役会で、その、えー、管理をしろということが入ったんですね。うん、だからこれが入ったので、戦略的なところをね、しっかりやっていかないといけないっていう機運が一気に高まって、まあ、 あの去年はもういろんな企業がねもうすごいね右往左往してこれ私もかなりいろいろね、えー、やりました。であの戦略も練り直して練り直してとかもう整理し直してねちゃんとこう戦略的にね、まあ、会社が儲かる仕組みに、えー、連動してるんやっていうようなことをねやったんですけども、まあ、知財の重要性とかっ 高まったので、今、知財の募集ってかなり多いです。まあ、人が少ないっていう感じなんですね。なので、まあ、将来ですね、文系の人、衣装、衣装のブランディング業務とかね、まあ、CG の小声で我慢したいですね。それから、これから、まあ、学生の人は何でもありだけども、知財ってすごい面白いですよっていうことです。女性もね、まあ、専門職として便弁償は最適ですね。働きやすさの環境も整備出しました。 でね、まあ、例えば、その知財分野というのはすごくね、ホワイトで、働きやすい。で、専門性もつけられるので、ま、いろいろとね、えー、ま、出産とかがあっても柔軟性がある。まあ、転職がつくから。シニアの人も積み上げたキャリアの活用がね、まで、あ、できますよっていうのがあるので、まあ、かなり活躍できる分野があるのは事実です。という魅力的なところなんで、ま、ぜひともね、えー、魅力を持った人は知財分野に来ていただきたいと。 まあ私はそういう願いなんですけども、最後に、その中のプロフェッショナルが弁理士なんですね。で、えー、弁理士になるためにはどうしたらいいのかっていうのは、まあその勉強のね、えー、方法っていうのが、方法論というのがあって、それは別のガイダンスにあるので、もし勉強始めるんだったら絶対にそれは聞いていただきたいんだけども、今日は概略だけお話ししますね。まずね、弁理試験に合格して、で、その詳細は、 今日は時間がないので割愛しますけどもパンフレットのえっとですね22ページにございますでここをねちょっと読んでいただければ、まあ、担当論文公示試験があって具体的な内容 日程とかね、科目がどうなってますかっていうのは書いてるので、まあ、ここを読んでください。また別のガイダンスでは、またここの説明もしますけども、今日はね、まあ、簡単に説明します。で、まあ、いわゆる今あったように、担当試験、これマルチチョイスですね。5択です。3時間半で、まあ、60分。で、論文は、この3科目と、特実が1科目でいい章がで、あと、大学院とか出てると免除なんですけども、 選択科目というのが一つあります。これはまああの理系の方は、材料理学とかね、まあ、電気とかいろんなところから選ぶし、文系の方は、まあ、その理系の科目を取ってもいいし、えー、民法ですね、というのもあります。でね、ベリスの勉強方法なんですけども、<laughs> 一般論としては、まあ、戦略はね、だこれは戦略というのは、受かるための戦略ですね。その勉強方法が えー、本来の実務に役立つかというとね、また別の話が出てくる。役立つところもあるし、まあ、役立たないところもあります。試験ですから。だけど、まずね、ポイント、試験に出るところっていうのをちゃんと分析してで、短期に理解して短期に記憶するっていうのがすごく大事なんですね。まあ、当然の話ですで。どうやってやるんやっていうのが問題なんですけども、あとは、選択科目は読むです。5つ選ぶから。で、論文試験は、 格なんですねアウトトプッがで口述試験というのは3つ目にあるんですけどもこれ、えー、論文試験に受かると口述試験に移るけどもしゃべります直線す口頭でしゃべる能力をつけるということなんですね。でね具体論としてはね試験の内容ってそんなにもね難しくないんですけども情報量がやっぱり多いんですねボリュームが大きいと。だから絞るというのがすごく大事なす で、わかる。で、短期に噛み砕いて理解して知識のトリガーを作る。まあ、要はね、見てわかるレベルではなくて、やっぱり正確にアウトプットするレベルまで要求される試験なんですね。だからそこがちょっと難しいところで、いかに正確に頭に必要なところを残すか。これがポイントです。でね、一言で言えば、 情報の圧縮なんですね。で、トリガーを設けるというのは背景をきちっと理解して、で、覚える活動をする前に、きちっと整理、整点をきちっとする。これによって頭の残り方って全然変わってきます。そうすることによって短期に入れて長期に残すっていうことができるんですね。であとはそれができれば時間内に問いに答える。 ととといいううここを練習して合格ということになります。で、ね、これがね方法論どうするんやっていうのはかなりノウハウがあって私も30年ぐらいやってるんだけどもかなり毎年毎年ねもう単にポッとこう知識を伝えるだけじゃなくてねいかにしたら頭に入りやすいかで本試験の採点基準がどうなってるのかっていうのも調査をしました。 ねえ、まあまあ当然そんなもんは表に出てないからわからないんだけども、それなりにね、まあ間接的な情報を得たり、まあ受験生の答案を見たりしてまとめたんですけども、そう一長一短にわかるもんじゃないですね。だからまあやっぱり何年も何年も積み上げて初めて今のアウトプットの形、講義の形ができてるなっていうのがわかります。だからそう簡単にね、これがこう簡単にいけるんですよっていう掛け声を上げても中身は本当ですかっていうことでね。 いっぱいできない人が多いですね。まあ、いろんな次元感がありますけどもで。その辺は安心してもらったら結構ですで。方法論1は最小限の内容というのは試験に出るところだけですね。最小限の時間で真に理解、記憶する。まあ基本的にね、理解した知識とキーワードなんですね。だから、試験ってね、論文試験もキーワードがちゃんと書かれているかどうかっていうのが、まあ最低のポイントになっているのは事実なんですけども、 たくさん情報がある中でどこなんやっていうのはかなり理解が進まないとここは見抜けません。でまあ私も30年以上やってますけど最初ね受かって10年ぐらいでずっと教えてるんですけども最初の頃はね、まあ、その本質まで見,見抜けてなかったですね。やっぱりこう分かりやすく図示してできれいに資料を作っていかにその条文の内容の意味ですねこういう意味ですよっていうのを 分かりやすすく説明する。だけどその奥に潜むね、えー、コアがあるわけですよ。それを分かってるかっていうとそう簡単には私は分からないと思いますね。何十年もやってて。まあ積み上げて初めて分かった内部だと。まあその辺がね、まあ私の講義を受けていただく、まあ、メリットだと思ってます。でね、とにかくね、不理解の知識っていうのはものすごくこう多いんですね。でまあゼミとかね、いろいろ広く教えてるんだけども上級者用のね、 やっぱりね、最初がきちっとしてないと、もう、ぐらぐらなんですよ。で、まあ、結局、記憶をしてるんだけど、正確な記憶になってないから、もう一回やり直すとか、ええんちゃうかみたいな、こともね、まあ、すごくあります。で、きちっと残すには、まあ、到達点をしっかりと設けないといけないんですけども、理解、記憶、表現ってここに書いてますね。まあ、要はね、アウトプットというのは、例えば条文があったときに、 必要なことが正確にアウトプットできるっていう状態に持っていかないと、わかんないですね。で、見てわかる状態でわかったつもりっていうふうになるんですよ。で、それが落とし穴です。で、要はね、このキーワードを言って、まあ私は前処理と言ってるんだけど、整理整頓がきちっとできた上で、ひたすら努力すれば、すごく成果は上がるけども、 ここが曖昧な状態でやるともうダメなんですね。なかなか頭に入らない。だから1年目に中途半端な状態で勉強して2年3年4年と続けておられる人もね。まあおられるわけですね。で、そういうものを人はね、やっぱりゼミとかで直接こう私が見てもね、何年もやってるのに、あんまり理解してないですね。で、半年ぐらいでゼミに、まあ1年目の人もね、 えー、来られるんですよ。で、まあ、もちろんね、その最初からできないから出るところを教えてね、核練習をね、その知識を神に移す、えー、表す練習をしてもらうんだけども、半年目の人がよく理解してる。まあ、攻撃出るから、なんですね。っていうことが起こっちゃうので、最初すごく大事ですよ、ということです。はい。じゃあね、ちょっとどんな試験かっていうとね、まあ、ここはね、そんなにも難しくないっていうことをちょっとお示しするために、まあ、これいつもね、 え、問題に出すんですけど、ちょっと見てください。本当に簡単なポイントだけいきます。法律は一体何だとそうですね。ちょっと問題を見てください。こうは自転車への特許権者だよと。自転車へを持ってる。特許権なので、独占的に使うことができるわけですね。オツが自宅で組み立てた自転車へ同じものを、個人的に使用している事実を掴んだ。 でこれは無断で勝手にやってます。こうはオツの使用行為を進めることができるか。こういう問題なんですね。ただからイエスもの問題なんですけども、担当試験は丸かペケかになります。まあ、できるって書いてある枝を選ぶかどうかっていう話になるんですけども、ロムの場合はね、理由書かないといけないわけですね。で、理由は条文に基づいて答えを出します。法律に基づいてね。 で、まあ、法律をまず見つけてこないといけないんですけども、今日のお話でね、知財を持ってたら、知財、知財産権を持ってたら、差し止めができるんですよ。これは非常に怖いんだよっていう話をしました。その条文がこれです。まあ、非常にシンプルで、西洋知治権は関係ない。ちょっと飛ばしますね。特許権者は、事故の特許権を侵害する者、またはその恐れがある者に対し、侵害を受け、死を請求できると。こう書いてます。だから、 特許権者は、事故の特許権を侵害する。だったら、停止予防を請求できる。やめさることができる。だから、この条件ってね、特許権を侵害するっていうのが条件なんですね。それを法律要件って言います。侵害またはそのおさで、それによって得られる効果が、法律効果できうと侵害の停止予を請求できると。 こう二つに分かれますね。じゃあ、このルールがあるんやったら当てはめるっていうことになって、じゃあ先ほどの事例、これを当てはめます。そうなると、差し止め請求は乙の行為が、特許権侵害、侵害の恐れがある場合に認められる。と、これ条文そのものを書いているだけです。これ規範って言います。まあ、いわゆる判断のもとになるルールなんで、まあ、物理で言えば定理みたいなもんですね。当てはめます。ここで特許権の侵害とっていうことで、 あとは、これがね、ちょっとややこしいのは、一行で簡単なようなんだけども、それぞれまた意味をね、解きほぐしてやらないと、その意味でわからない。でこれ、68条っていうのに基づきます。で、まあちょっと68条は書いてないですけども、正当理由権限、まあ特別な権利とか権,権限がなくね、第三者が特許発明を行として実施することを言うと。これが侵害要件。 ですね、じゃあそこに当てはめれば侵害かどうかが分かるので差し止め制御ができるかどうかは分かりますということですじゃあ当てはめますこの事案をねでその前にまあ問題なのは行としてっていうのがあるんですけどもこれね特許発明は自転車 A が特許発明で組み立てて使用っていうのはね、まあ、実施という定義に含まれると考えてください実施というのは 生産とか、使用とか、輸出とか、こういうのが使用になりますよ。自施になりますって書いてあって、侵害の要件の説明なんですね、条件。で、ここでね、業としてっていう解釈は事業としての意味であり、事業活動以外の個人的、家庭的な行為を除かれる。これはもう、もともと法律ってルールですから、人間が作ったものです。で、その時に、え個人的な行為まで、 権利行使を及ぼす必要ないでしょってルールを作ったわけですよ。だからもう、解釈で分かってるわけですね。当てはめます。個人的にって書いてますから、この条件を満たさないので、侵害にはない。だから、差し迫る請求はできないと。まあ、まさにすごい論理的にね、答えが出ます。なので、法律というのは、今説明した法律要件と、法律交換。このセットを、まず理解して、頭に入れれば、 じゃあ何かイベントが起こったときに、まあいわゆるこういう法律効果がソリューションになるわけですね。で、それを提案できますよっていうことになるわけです。だから弁護士は、いわゆる民法、法律全般ですね。いわゆるお金貸したら借りなさい、返しなさいという法律があって、要件と効果があるわけですねで。そのルールをいっぱい知ってるだけです。これを頭に入れて使いこなすと、こう考えてください。だからもうみんな難しくない。 ただ、情報量が多いので、さっき言ったように、いかに早く正確に頭に残すかっていうのは、一つだけだったらいいですけど、ものすごく多いので、ここのね、整理整頓というのが本当にできますかという話です。で、ここちょっと最後を見てください。あのね、これどういう意味かというと、これ1乗からと今日204乗です。横軸ね。でね、縦軸は、これ全部覚えないといけないから、全覚えなくていいんですね。 出るところというのは決まってます。これ統計取って分かってるんですね、ある程度ね。そこの、ただし、完成度っていうことですけど、これね、正確にアウトプットできないできないって言いましたんで、この辺のレベルはなんとなく見てぼやっと分かる。そうじゃなくて、正確にアウトプットできるこのレベルまで持ち上げないと点数は取れません。なので、ここがみんな引っかかるところなんですね。なので、情報量を絞って、 で、整理整頓して頭の中に入れやすくして、で、短期に取れるところを作っていくと。これが一番の大事ですね。なので、私の講義のね、ところを書いて、まあ、他社いろんな人がいますけども、表面的に喜ぶ講義っていうのはねしみんな、みんな素人ですから、なんとなく来て分かったねっていうことは、してもらおうと思ったら、10時間があったらね。じゃあ、そうじゃなくて、10教える項目があったら、 3ぐらいにししくくわけででです。こんなゆっくりできるでしょ。だから分かったって気になるんだけどもあとならどうするんや話になりますねだから10あったら10をいかに分かりやすく説明するか, <laughs> か若干きついところはありますけども真面目にやっていただければ絶対に成果は出ますまあこれはもう合格者もたくさんいますから実証済みなんですねだからそこのところをねしっかりね ししっかりととと考えてて受験してもらうう絶対成果が出るということですまああの今回ねこのガイダンスを聞かれた方は知財にかなり興味がある方だと思いますだから今1年でね、まあ、最短1年で受かる人もかなりいますけども、まあ、2年をですねいないっていうのを目標に据えてで2年間一生懸命やって2年後の便利子になっているということを考えるのと まあ今も生活を続ける方が楽ですけども、そのまま2年後を迎えるのどっちがいいですかえたらやっぱり絶対ね、なんか資格取ってね、いろんな道を開いた方が、まあ人生も楽しいし、まあいろんなね、えー、未来も開けるということなんで、まあぜひともね、挑戦をしてください。はい、じゃあ時間きましたので、これで終わります。